道の駅美野に、我が茶屋は、岐阜県美野市にある国道156号の道の駅で、ある。総工費9億8000万円で、国土交通省と美野市により、国道156号沿いに建設された。敷地面積は、約9060平方メートル、木造平屋建ての中央棟、西島からなる。施設は、災害拠点の役割もあり、木造であるものの、 震度6強にも耐えられる構造だという。またこの道の駅は、小倉山、見延ばしにほど近い長良川に近接した場所にあり、自転車貸し出しを行うサイクルステーションを設置しているのが特徴である。また、公衆無線 LAN が設置されている。また、積水ハウスとマリオットインターナショナルによる、フェアフィールド・バイ・マリオットの出店予定地となっている。 積水ハウスとマリオットが新しい旅の形を提案。道の駅をハブに、地域の魅力を体感しながら自由に、日本を渡り歩く。地方創生事業、トリップベース堂の駅プロジェクト指導ロードサイド型、ホテル2020年秋から5府県15カ所開業。積水ハウス、マリオットインターナショナル。2018年11月29日閲覧。ありがとうございます。